好きな言葉は村人全員殺しちまえ。ありがとうございます。何をの意味の今日はですね、いつものお店に来ておりまして、なんと本だけディスクアップをこのお店で売ってまして、初めてのディスクアップのまさかの示唆ということでですね、本当はもう1週間ぐらい動画上げてないので今日家にこもって動画を作ろうという予定やったんですけども、急遽変更しましていつものお店に来ております。やっぱりね、もうめったにこんなことはないので、いつものお店にも高設定は存在するんだぞと、ぜひ今日は高設定を積もってですね、皆さんに爆発させる動画をお届けしたいと思います。はい、これメガネ、これはブルーライトカットなんですよ。これせんとね、もう年なんでしょうね、夕方のね3時4時でもう目がパシパシしてきてね、本当にちょっと目最近辛いんで、皆さんもね目大事にしてくださいね。はい、というわけで、早速実践いきたいと思います。おっす。
サンタ。What?
かった。じゃあ締めるよ。終了です。ご覧の通り、前半設定位置の、おそらく設定位置の最初の台がビッグばっかり当たってくれて、1000枚ちょっと、そして2台目移動したところが、見事に設定2を積もり、リタのせなし、チェリーレギュラー3回、そしていつも通り全の丸と。ディスクアップマジできついっす。ただね、もうこれだけ言わせてください。店長ひどい。なぜ最高設定が2位なんですか。あんなもんですよ、出ないですから。同色引けなかったらほんと出ないんで、入れてください。56たまには。あーでもね、初めての、ディスクアップ推しという形の示唆があったんでね、勝手にこっちが過度に期待をしてしまったっていう結末ですね。全部自分の引きのせいなんでね、仕方ないですわ。ただね、今日動画作る予定を変えてまで来たんですけど、
あーね、ストレスのかかる実践となりました。これでも本当ね、動画を楽しみに待ってくださっている視聴者の皆さんに申し訳ないんで、当然クオペイプレゼントの罰ゲーム企画も発動、並びに自分を追い込む意味でも、皆さんに詫びを入れる意味でも、デスソース罰ゲームを行きたいと思います。男なんて自分もちょっとね、おにぎりね、彼女が作ってくれたおにぎりあるんで、出ないっすもんね、ほら、うわー、めっちゃ辛そうこれ、うわー、やばいんちゃうかなこれ。行ってきます。続きまして、サイコロ行きたいと思います。ちょっとカメラアングル変えますね。あーすげえ。というわけで、今回のクオペ罰ゲームは2000円ということで、詳しい応募の仕方はコメント欄に書いてありますので、皆さんチェックしてぜひご応募ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。